ごい、全員雛見沢の人だよね。雛見沢だけじゃないよ、沖の宮に住んでる人にも動員がかかってるね。お龍は本気の号令を出したようなのです。私の大好きだったダム戦争の頃が懐かしくなります。大人数じゃないですか。やはり鬼ヶ淵の人たちが集まると規模が違いますね。あなた本当に大したものだわ。これだけの人数をまとめるなんて、ケイチ君は雛見沢の顔役だね。俺は別に。ケイチ君、おお、結構集まったね。村長さん、一体何人に声をかけたんです？人数なんか知らないよ。町会の連絡網で緊急集合をかけただけさ。ああ、みんなみんな、今日は町会としての講義だから